これぐらい出して乗ってる方っていうのも多いです。硬い。硬い。カチカチやぞ。ね、これだったら普通に女性も簡単にできますね。あ、できますね。うん、フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正孝です。関西出身、ローディーのゆかりです。さあ、そして今日もですね、こちらにプロバイクショップのメカニック大沢さんにいらしていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ぜひとも自分でできるようになっておきたいブレーキシューの交換調整について教わろうと思います。ブレーキシューの交換やったことないです。そもそもどうなったらブレーキシューを交換しないといけないのかがわからないです。あ、確かにね、意外と分かりづらいところかもしれないですけど、うん、基本的にはブレーキ握って緩いなっていう感覚があったら交換を疑った方がいいんですけど、うん、長年私同じ自転車をこうずっと乗ってたらブレーキが緩いのかどうかもわからなくて、うん、で人が私の自転車を乗った時にえ、緩いよって言われたことがあったんですけど、はいはい、自分で分かる方法とかあるんですか？あ、そうですね、あとは交換するブレーキを見てもらうと、例えば V ブレーキだとどれぐらい減ってるか交換かなっていう目安が一応あるので、それを見てもらうといいかもしれません、うん、なるほどですね、はい、さあそれじゃあ早速この車体を用意してまいりましょう。せーの、はい、ということで出てきました。急に出てきましたね。さあということで今回はですね、この車体でブレーキシューの交換しようと思うんですが、ブレーキにもやっぱり種類があるんですか？種類ありますね。あの V ブレーキっていうもの、はい、キャリパーブレーキ、ローダーブレーキ、ディスクブレーキって、あの様々あります。なるほど、はい、今回やるのはこちら V ブレーキになりますかね。はい、 V ブレーキになります。はあ、なるほど。クロスバイクとかでよくあるような比較のものになります、ね、そうですね、使ってる人多いと思うんで、今回はこの V ブレーキシューを交換してみようと思います。さあそれではいよいよ実演していただきましょう。工具は何を使うんですか？はい、工具はこの六角レンチとドライバー、この2つで。お、なるほど。 V ブレーキのシューってどういうものなんですか？ V ブレーキのシューはこのちょうどついてるこれですね。はいはいはい、パッドゴムの GP はしっかりポコッとしてますね、はい、これがやっぱ薄くなってくると交換になる。そうですね。じゃあ早速やっていきます。まずブレーキってこのシューを変えるだけではなくて、さまざまな部品で調整が効くようになっているので、それを一度元に戻してから調整したいと思います。なるほど。じゃあ一旦真っさらな状態に戻すわけですね、はい、そうですね。まずここのブレーキのところなんですけども、通常新しい時っていうのはこのネジ、これがちょうどこの位置にあるんです。あ、でもあの埋まってる状態、埋まってる状態、埋まってる状態。これはご自身で直せるので、例えばブレーキが緩くなったなみたいな時に、結構こうやってこういう風にこういう風に開くと硬くなるんですか？やるとブレーキが硬くなるんですね。へー、はい、なので結構これぐらい出して乗ってる方っていうのも多いです。硬い。そうなんだ。カチカチやぞ。ね、これだったら普通に女性も簡単にできますね。あ、できますね、うんうん、ただこれはブレーキシューを交換してこの状態にするとこれ以上直せないので、新しいシューなのに緩くなった時に調整が効かなくなるので、交換の時は必ずこれを一旦元に戻す。奥に入っていれば特に問題ないので、ここは触らないです。あ、ではこちらに戻っていただいて、今回 V ブレーキなんですけども、このワイヤーを通ってで握ると挟むタイプのものになりますね。で工具でここにネジがついているので、これを外せばブレーキっていうのは外れます。ただ一番初め新しくする場合は、できればワイヤーも一度解除して広げた状態で交換するとすごくやりやすいです。なかなか言ってるだけだと分かりづらいんで実際にやってみますけども、はいはい、ワイヤーの解除は緩い状態であれば工具なしでワイヤーは外せる仕組みになってます。お、便利ですね。まずこのゴミが入らないようにするカバーをこう横にして、はい、V ブレーキを手で握ってあげる。握るとこのワイヤーっていうのは引っかかってるだけなので、はいはい、これをこういう感じ、なんとなく。ああ、なるほどですね。外れるとブレーキが解除されます。今回はこのボルトを外して解除しようかなと思うんですけども、まずワイヤーがよくこういう風に、だいたいここにしまってあるこういう風に収まってるのが、はいはいはい、なんでこれをまずこう。で、ネジ外しちゃいましょう。はい、はい、あ、はい、あ、ワイヤーが通れた、はい、できればリードのパイプをこう動かしたんですけども、うん、ここでオイルを刺すとブレーキの動きが良くなるので、ブレーキの調整が良くなります。あ、なるほど、はい、せっかく外したらそのタイミングにね。そうなんです。じゃあ実際新しいシューに取り替えてみます。で向きがあるのでこういう風に当たるので、うん、逆につけないの、逆につけるタイヤに当たっちゃったり、はい、ワッシャーがいっぱいありますっていうことなんですけども、これもリムによってみんな違うんですが、広いのと薄いのがあるんですけど、今回はこの広い方を使います、はいはいはい、で土台をこれをつけて、それから
この丸いやつからこのようにはめていくと。はめていくと。はあはあ、このワッシャーの厚みを左右で入れ替えるっていうこともできるんですね。そうなんです、ね、結構順番間違っちゃう人も結構いるので、これ要注意ポイントですね。次にこの丸を入れます、はいはいはい、卵ボールみたいな形のやつを今度これですね、はい、ここを受けるこれ逆につけちゃう人もいるんですね。はあ、なんで気をつけてください。ほいで今度ワッシャー、これあのネジの、はいはいはい、このナットのワッシャーね、おでこれで締めれば終わりではあるんですけども、はいはい、結構ここでもコツがあって、おタイヤに当たらないようにしてほしいのと、下すぎてもダメだし上すぎてもダメ、はいはいはい、ダメっていうのは使ってるうちに下すぎてしまうとだんだんに削れてってしまうんですね。リムの形になってしまうので必ず全部のリムの表面に当たるようにしてほしいのと、上すぎない方がいいんですよね。これリムによって位置は変わっちゃうんですけど、このタイヤとリムと少しほんのちょっと下ぐらいで、これを締めていきます。締める時も手を添えた方がいいですね。締めるとこう右に向いちゃったりとかするので、せっかく位置出したのに曲がってしまうみたいなのがあるので、手をこういう風な感じで添えながら位置を合わせて締める、こういう感じです。なるほどですね。ブレーキシューのその角度なんですけれども、はい、リムと平行でいいんですか？リムと平行で大丈夫ですね。たまにこう角度ついてたりするけど、あれはどういうことなんですかね？角度がついてるのは結構あえてやったりすることもあるんですけども、うん、基本的の調整はこう全体的に当たる調整がいいんですけども、うん、実際にブレーキをかけるとお隣って言ってヒーって音が鳴ったりとかすることがあります。その時に遠因って言って先端からつくようにすると音が鳴らなかったりするんですね。それはそのさっきのワッシャーの関係で角度がつけられる。なるほど、はい、で忘れてはいけないのがこのバネを戻してあげる。はい、バネが戻りました、はい、おー、ビヨンビヨンだ、はい、じゃあこれは左右やっていくわけですね。それは左右やっていく感じになります。はい、はい、さあこちらで無事左右変わりましたね。はい、両方変わりました。ここからはワイヤーをつけて調整ということになっていきます。はい、はい、先ほどこれつけたんですけども、バネにプラスのネジがついてるんですね。謎のネジがね、謎のネジがついてて、これを、結構締めすぎてる方とか、はいはいはい、緩みすぎてる方とかいろいろあるんですね。これブレーキによってみんな違うんですけど、バネの調整のネジになります。はい、で右に回してボルトを入れていくとバネが強くなってくる、うん、で強くなると V ブレーキのレバーが右側に踏みになってます。なのでだいたい週間ぐらいに伸ばしてもらって、そこからワイヤーの張りを調整していきたいと思います。なるほど、じゃあこの調整ボルトは一旦その真ん中の状態にしておくといいよ。はい、で、先ほどのこれを少しだけ3回ぐらいですかね、回しておくと後で微調整が効きますので、ワイヤー V ブレーキの本体に取り付けます。はい、ね、おー、引っかかりましたね、はい、このネジを緩めてワイヤーを止めていく、はいはい、いろいろ V ブレーキによって癖があるので一概に言えないんですが、ぴったりつけた状態で一旦締めますね。はい、バネ外しとくと結構やりやすそうですね。そうですね、はい、しっかりこう余白がない状態ですね。でさっきこのあれですね、ブレーキの、はい、でこれをこう元に戻す、はい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 、そうすると少し隙間ができる。あ、なるほど、あのワイヤーの余白をここで、本当ですね、この方で調整するんですね、はい、でバネをつけてブレーキを実際に握ってみる。グイッグイッ、あー、しっかり効く感じするわ。この引き代っていうのはどのくらいとかあるんですか？好みがあると思うんですけども、うん、私はだいたいここの一番先端の広いところからまあだいたい3つに分けたらその3分の1ぐらいで止まるような感じがいいのかな。なるほどですね。これでもう完成ですか？これで完成してればまだいいんですけど、うん、結構こう回してみると、あ、タイヤ吸ってますね。少し吸っちゃってますね。多分この場合とかはやっぱり調整が必要になりますね、うん、例えば今の場合だと両方同じぐらい隙間が空いていて当たってるってことなんで、少しワイヤーを緩めてあげると多分改善すると思います。今これ緩めています。はい、おー、わー、少しワイヤー緩めてあげると、と、あ、綺麗に回ってる。このワイヤーがすごい長すぎたりとか、うんうんうん、短すぎたりとかする場合ってあるんですか？はい、ありますね。これお店
定とか人によって違うんですけど、すごい短くして止めちゃう方もいらっしゃいますし、うんうん、私はどっちかっていうとこのアームに沿わせてワイヤーをしまいたいので、うん、ちょうどそこに入るぐらい、だいたい指2本で決めちゃってる人もいます。飛び出てると結構足で蹴ってほつれてきちゃったりするので、うん、あー、うん、経験あります僕大沢さん、はい、これ完成したように見えるんですけど、これ以上に調整が必要になる場合ってあるんですか？はい、今回はこれでできたんですけども、うんうん、場合によっては肩引きって言われまして、どっちかのアームがブレーキを締めた時に左しか動かないみたいな時があります。その時に先ほどもしたこのボルト、うん、例えば右側のアームでしたら回すと右側にこう動いてくるんですね。ちょっとやってみますね、はい、握ってみます、はい、今じゃあこっちが強くなってる、そう、右が強くなってる、いきますよ、ピッピッピッ、ほら動いてるのが本当だ、こっちがめっちゃ、こっちの方が圧倒的に動いてますね。逆に緩めるとどんどん左の方が強くなるので、こっちが今度はしっかり動いてる、はい、本当、はい、この肩引きっていう状況になると何が良くないんですか？まあ、ブレーキの芯の減り方も悪くなりますし、うんうん、そもそもこう回した時にぶつかりにくくなる、ボルトがちょうど同じぐらいになるといいのかな、うん、なるほど、左右のボルトが同じぐらい飛び出るようなこんな感じ、感じ、あー、なるほど、綺麗に、あ、おー、気持ちいいですね。気持ちいい。せーの、キュッ。わー、すごいすごいすごい。というわけでですね、こちらでじゃあ、うん、完成ということで、はい、やったー、やったー。というわけで、こちら無事ブレーキシュー交換できました。もしよかったら次回私が使ってるリムブレーキのもやってほしいです。いいですね、いろんなブレーキの種類ありますから、一個ずつ丁寧に解説する動画を作っていきたいなと思います、うん、このバイクショップではこのようなブレーキ調整等は細かくしっかりやっております。ブレーキに関してなんですけども、交換する前に回した時にホイールが歪んでないかなっていうのはチェックしてからやっていただくといいと思います。そうですね、このホイールが歪んでるとリムブレーキの場合そもそも調整ができないとか、そういったことが起こりますので、はい、さあ、というわけでですね、この動画を見てブレーキシューの交換自分でもチャレンジしてみようかなと思った方はグッドボタン、大沢さんメカニック分かりやすくていいなと思った方もグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画はこちら、プロバイクショップはこちら、次回の動画もお楽しみに。